ワールドダイスターラジオ。ワラジみな<話>さん、こんばんは。ワールドダイスター、オートリココナ役の、岩わ真中です。みなさん、こんばんは。同じく、ワールドダイスター、静香役の。 川組ですはいこの番組はいよいよ始動したエキガールズプロジェクトワールド第3のミルクスと情報をお届けする番組ですテレビアニメは現在好評放送中ゲームアプリはを夏配信予定です怖い ね、<laughs> 圧迫面接。今日のテーマは圧迫面接。そうなんですよ。私割と淡々と責めてたんですけど、急にこう,、ね、う,う演技プランのこう別のね演技プランだっね。あら <laughs> しい、はい。あらしい、<laughs> すみません。<laughs> 怒られた人になっちゃったもん、ね。<laughs> <laughs> いうなんでこうなったかというのは今日のゲストさんに通ずるとゲストさんはすごい優しいもう優しさの塊みたいな。解がないようか何ならその役柄も別にそんなことじゃないんだけどちょっとまた確かにオーディションの時は確かにちょっと怖かったかもしれないけどそれを誇張させた。そうですね そうなんです。そうなんですよ。もう皆様まあお分かりのとおり本日は森さんが森七子さんがねちょっと気配が気配がありますけど今はちょっと姿を消しております。後に姿を見せてくださるということで、はい <laughs>、はい、あの久しぶりのゲスト会なんですけど、うん、そうだね確かにこれでもうアニメのキービジュアルの7人が、うん、ついに揃うことにやっとなりました。嬉しいね本当にあのたくさんお話を。 聞いていきたいと思いますので、うんうん、早速始めていきたいと思いますい最後までよろしくお願いしますワールド大スターラジオわらじ開演ですこの番組はゲームアプリワールド大スター,のー,ー,スター夢のステラリウムの提供でお送りしますワールド大スターラジオわらじ 改めまして岩見真中です長谷川いくです早速今回のゲストさんに来ていただいていますご挨拶お願いします皆さんこんばんは <laughs> ワールド大スター <laughs> ヒイラギノア役の 森七子ですあ、いやいやいや失します赤目絶ったちょっと意識させていただきましたありがとうございますお願いしますほらもう優しさの塊でしょやってくれるんだよいつもの七子さん本当にいやなんかさっきオープニングでさなんかすごいねあのぶっこんでたからさなんか同じことやった方がいいのかなと思ったんだけど優しい圧迫感出てたかな出てました緊張感がもう伝わってたたピンラギさんに飲まれてるあの子たちのようにあ、そういうシーンもあったもんね ノアはねそのめちゃ怖いってわけではないんですけど、はいはいやっ引き締めるとこは引き締めるっていうそうですね。立場所やっぱり大事なんで。はい。なんかどこか先生みたいなキャラクターでもありますよね。はい。実はですねこの皆様が聞いている時間軸だと、もう先日つい先日ですね6月3日の特番でもお世話になっておるということで、もう毎回ですもんねって。い本当ねいつもお世話になっております。もう MC 進行していた。 必死をとんでもない分量ですもん、ね、あれいや分量はまだい、うん、い,いんだけどうん,、うん、なんかこうなんかこう進行をこうなんか言わなきゃいけないことを<え>忘れちゃいけないっていう緊張感が常にあってああそうなんかその緊張が多分伝わってる。<laughs> 毎 <laughs> 回、本当にやりやすく、ね、本当にそうやってこうちゃんと進行してくれようとしてるところをこ,こちらはもうアドリブでふざけをしてあのいつも助けていただいてる <laughs> 本当にありがとう主にササリリリーーーちち、ね、ちゃゃゃんんんががとごミさんが もうめっちゃ喧嘩するから<だ>、大抵 <laughs> <laughs> その端の二人がなんかふーとかで <laughs> 喧嘩やめて、な <laughs> 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 るんですよね。すごいなんかバランス取れてるなと見ながら、そういつもそうやなっております,なります。なんで今日はちょっとあの本当に <laughs>、うん。うん 心穏やかに。幸せが乗りまゲスト。そうですから。そうですよ。そうですよ。ゲ回さなくていいんだ。そうですよ。大船に乗ったつもりで。うちの今見が。大回し、大回し。は今日、今日口回ってますね。よかったよかった。比較的結構滑舌ガチャなんで。そうなの。本当言えない時き本当ずっと言えない。日によって結構あれなるほど。波がある。波があるタイプ。このラジオに至っては特に。 今日は調子いい今日調子ですねあんま噛まない日でございますえそんなそんな森さんそんな森さんどどれえっと森さんが演じるヒイラギさんですがどんなキャラクターなのか森さんの方からご紹介お願いしますはいえ私が演じるヒイラギノアはシリウスの副主催シリウスが誇るかつてのナンバーワンであり大スター引退後は他の劇団からの誘いを断り恩師のいるシリウスの裏方となりました シリウスからワールド大スターを排出すべく尽力しているというキャラクターです。うん、もうすごい人ってことですよね。いやもうやめてよ。<laughs> <laughs> いやちょっとさ、本当さハードルが上がるんだわ。<laughs> いや,い <laughs> いやちょっとさ、なんか本当にはすごいよね。いやでも本当にやっぱり、うん、あの日村さんを演じられている奈々子さんもすごい説得力が声にあるから、うんうん、後ろで見ていてもなんかやっぱすごいなって思いながら。ありがとう。 ここ必死ですいつも必死ですなんか本当に謙虚なんですね <laughs> そう本当になんかいろんなとこでお話し,しちゃうんですけど <laughs>、うん、なんかもう私がナナコさんだったらもっとなんかもっとこんな感じになりたいぐらいなんか本当に素晴らしい方なのにありがとうすごいなんかもう分け隔てなくみんなに優しくしてくださってあの逆なんですよ私が本当皆さんにいつもあの仲良くしていただいていや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 ありがたく 自信はない。いや、持ってください。頼みますよ。頑張る。でもななこさんとことみんな大好きですよね。現場。嬉しい。そんななんか、まあ柊さん自体はこうアニメでは時に厳しく、時に親身に。ココナの成長を支えてくれる存在ですね。うん。なんか。 まあ、そういうしっかりした部分もありながら、ちょっとなんかお酒が絡むと。ね、だいぶギャップありましたよね。私も台本読んだ時、びっくりして、あ、こんな変わるんだ、映像をその先に頂いてみた時も、あ、こんな抜けてんだ。みたいな感じで。いや、なんか、ね、いいよ、いいキャラしてるよね。本当いいキャラしてます。え、ななこさん、お酒強い。あ、確かに。 ええええ言っていいのかな？いややばいですか？やばいかも。やばいですか？最近さ弱くなったらまああの世の中ねいろんなことがあってしばらく飲まないでいたらまあちょっといやわかりますよね一旦飲まないと進みますよねなんかお酒が回り方がなんかすぐなんか眠くなっちゃうしやなんかえ二人はお酒は飲む 私は好きなんですけど、え、そうなの？逆に私は全然飲まないです。あ、もう体質的に。うん。まあ、そうですね。そんな強、い。激弱くてもないんですけど、まあ一番はそんなに味が、あ、なるほどね。ドリンクの方が美味しい。あっちゃうタイプ。アルコールの方が美味しい。 逆に見えね一番強いいんじゃなでも私もやっぱ年々というか年を重ねるごとにちょっとずつ弱くなりますねもはや二十歳とかの方がもう無限でした二十歳ってさやっぱさ若すごいんかすごい重い気持ちが今すごい話がねそれとしまったけなんかアニメのアフレコはどうですかやっぱり一歩引いた立ち位置のキャラクターでもありますけど。 どんなことをこう意識されてやってるのかやっぱそのココナたちと同列ではないっていうのはやっぱ常意識してって、うん、まあなんでしょう、まあ、多少やっぱこ心というか心の距離感は絶対に保ちつつやっぱその裏方っていうことだから、うんうん、なんかそのなんかみ,んみんなのこう能力、まあ、センスだったりとかあるけど、うん、それを生かそうとしてる人だからなんだろう それれに徹してる感じは出さなければなけっていうのはすごい意識しててだからあまりキャピキャピはしないようなとは思ってました。うん、そうですね、うん、でまあ副主催っていう立場だからまあなんかさっき言ってたけど一見ちょっと怖く見えるのかなとか思いつつまあまあその、まあ、最後まで見ていただけあでもこれ9話 ?9 話、うん、<あ> ?9 話ですね。まで見ていただいて、うん、まあ最後まで見ていただいたら、まあ、ノアが何で そこにいるのかとかも分かってもらえると思いつつ、うん、まあいや <laughs> でもなんかほんと菜々子さんの演じる柊さんって、うん、なんか冷たすぎないというかちゃんとりりんとをそこにいてくれるけど、うん、でもやっぱり時々温かいというか、うん、なんか思いやりというかそのチームのためにシリウスのために。 思惑で動いてる時もあるじゃないですか。それがなんかやっぱりあの端から見たら残酷だったりとかもする時もあるけど、でもなんかその平木さんのこうなんだろう時に複雑なこう思惑の時とかもわ、うんうん、かんない時あるよね。端から見たらね。でもなんかどこかやっぱり優しさが滲んでいるようなうん、うんうん、本当になんかいい先生みたいな感じの雰囲気がとても私は。 好きです聞いていてまだ全然若いは若いんですもんねそう年齢はだって二十代ですしそれであの感じが出るのさすが大スターといういやほんとね恐縮ですノアを演じさせていただいてぴったりですよ2人が説明してくれるからありがとう楽だ楽だ えちなみに思い出深いシーンとか、うん、ああ思いい出深いそうなこれ多分別のとこでも話してると思うけどう、はい、やっぱ一番最初のそのシリ u s のオーディションで「うん、人魚姫」のシーンでノアがあのオーディションでいろんな女の子たちと一緒に「うん、海の魔女」かな、うん、の役をやったところが、うん、自分でもすごい印象に残ってて。うん 圧迫面接だったもう圧面接キャラになってしまった見ててもうあの受けてた女の子たちちょっともう気の毒だったもん女の子たちの怯え方もめちゃくちゃリアルでしたよねこう焦り方というかオーバーになっちゃう子もいたりとかでもやっぱもう第1話でもあそこでもうヒイラギーのという人物の存在をすごく見せつけた感もありました見せつけられたかな。はいいもう見せつけたと思ます あ、こんなね森さんはい。メッセージがありがとうございますご紹介していきますラジオネームすみれさんからいただきましたありがとうございますまなかさんいくみさんゲストの森さんこんばんはこんんばは。ついに森さんがゲストということでウハウハしております私の中でひいらぎさんも森さんも真を持ったかっこよくて可愛くて先輩にしたい女性なのですが森さん的に自分と似ているなと感じるところはありますか またアフレコや特番などを通してパーソナリティのお二人に対する印象などもあれば聞きたいです。聞きたい。いっぱいあった。えっとね。ええ、確かにいっぱい質問があった。えっと読んでください。すムれさんありがとうございます。似てるとこ似てるとこあどう似てるとこあまあでもさっきのお酒じゃないかな。いや、そのだからのはもうさすごいギャップっていうか変わるっていう意味では多分私もお酒飲むと変わる。 あの今より饒舌になると思う。飲みに行こう。飲みに行こう。飲みに行こう。いガソリンが必要。まあ、そういうちょっとギャップがあるっていうのは一緒かな。っていうのはあるし。あと。我々のお二人、二人に対する印象など。いや、もう、あの。 素晴らしいですねお二人本当なんでそんないっぱい面白いことどん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 言えるのか言ってなかった何か息がぴったりなんか本当にアフレコの時ってかもう役柄がね静かとココナっていうのもあるんだろうけどもそれ以前もだっていろんなとこで共演はしたりとかそうだそうだいやだからすごいなんかなんて言うんでしょう いいコンビだなと思っていつもご一緒するたびに見てます嬉しい頑張りますこれからもこれ以上上手くなっちゃうんですかすごいすごい先生が褒めてくれた恐ろしい子褒められて伸びますありがとうございますはいということでたくさんのお便りありがとうございましたそしてラジオの放送タイミングでは第9話まで放送されております簡単にあらすじをご紹介いたします 夏休みココナはカトリナ静香たちとさまざまな劇団を回りながら演技を磨いていたこの日も3人で出かけるはずだったが突然カトリナの母にして現役ワールド大スターテレーゼが浅草にやってきたため急遽彼女の観光案内をすることに その輝きと人気を目の当たりにしたココナたちはシリウスの劇場を訪れたテレーゼに演技を見せてほしいとお願いするそんな9話でございましたいやすごい回でしたねこれはもう,もう忘れられない<ー>テレーゼさんテレーゼさん素敵だけどさ、うんうん、静かのさスカートさ <laughs> あれあれどうなんですかいやー すごかったですねインパクトが大でしたけどあれですよねひいらぎさんとテレーさんでそう見せてくれましたよね芝居をそうなんですいや、ひいらぎさんの演技シーンはだいぶレア確かになんだかんだでねやってるところはないからいやあれアフレコ実は同じタイミングでそうでね。かなさんとご一緒させていただきましていやもうなんかすごいあの。 やっっぱ先輩すごかったも<う>いや私も後ろで見させていただいてたんですけど、うん、なんかもうすごすぎてお二人の掛け合いが <laughs> なんかこれが本物かぐらいに思ってしまってゆかなさんがもう思いっきりそのい、うん、合わせるとか気にしなくていいから全部ガッてやっていいよって言ってくださってすごいかったのも私が全部合わせられるから、うん そうなんですよ、ユニゾンのセリフが。あってなんかお互いこう気遣いあって、最初はこうやってらしたんですけど。でもなんか、とあるタイミングでパンとゆかなさんが。そうなの。気にしなくて大丈夫だから、合わせるからみたいな。あ、もう全部聞いてたんだね。私もそれしびれちゃって。え、かっこいいだって。いや、もうだから、もうバーってやらせていただいて、もうゆかなさんが全部、一緒に、その合わせるシーンだったから。やってくださって。いや、もうちょっと。なんか声優としてもすごいラッキーな。現場でした、私。はい。 方本当にすごくて私あのシーンなんかもう一緒の現場で見られて嬉しかったなって思ったんですけどうございまそんな9話でしたね、うんうん、はいえ今週日曜日からは第10話が放送されますアニメを見たらぜひ感想も送ってくださいね引き続き番組宛てのお便りお待ちしておりますワールドイスターラジオバラジ続いてお届けするのはこちら輝け劇団入団オーディションわー ええー、あ、今日、おお、圧迫。どうなるのか、えー、このコーナーでは。はい、チリスの入団オーディションに挑んだココナのように、劇団入団オーディションをリスナーの皆さんに受けてもらいます。うん、今回、団員募集していたのは、劇団見栄っ張り座入団オーディションでしたけれども。うん、前回、結構、もう、この子、この劇団は順調に。そうなんですよ。そ<う>なんか、ちょっと。 んか想像してなかった角度から攻められてちょっと動揺してキュンキュンしてそうキんンキュンキュとキュンキュンざと見えっ張りのこの「おどるん!」みたいな感じになりつつも一応こう全員取った見えっ張りざりにも取ったしキュンキュンにも送ったそんな前回を経ての今回はですねいつもはね私たちが決めてますけれども今回。 森七子様が来ていただきますから先生がいらっしゃいますもう今日は厳しくはい。厳しくじゃあ厳しい班でいていただいてわかりましたわわ々ちょっともう気を抜くと取っちゃうんで取っちゃうからわかりましたじゃあ厳しめでお願いします了解しましたじゃあ紹介していきますねはい 秋元亜希さんからいただきまましたありがとうございます,ございます大学生の頃行ったことのある外国の話になり私は行ったこともないのにフランスと答えました当時サッカーのワールドカップがフランスで開催していて土地の名前などを知っていたのでその知識をもとに話しましたしかししかし細かいところは曖昧で嘘だとバレバレだったと思います今思うと我ながらかなりの見えパリ ですね<っ>フランスだけにそういうことパリはあ<ー>えっちょっとこれやられるあいやえうまいこれはこれなんかな<い>このメールとしてもちゃんとオチをつけてきているという <laughs> <ー>この鍵かっこついてるもんそう見えるパリ <laughs> これはどうですか？あ、芸術展？芸術展あるかな。でもさ、すごいよね。地名しかわからないのに。そうですよね。だからどうするつもりだったんだろう。そこから広がったら本当に。どこあったの？どこ行ったの？みたいな。まあでもチャレンジャーだよね。でもこれ確かに何か見えっ張り中の見えっ張り確かにね。これはじゃあ。

早太郎さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。劇団三絵っぱりさんに入団したく参りました。はい、本日はよろしくお願いします。これ終ない <laughs> <laughs>。時代がよくわかんない。<laughs> <laughs> え、僕はお化け屋敷が大の苦手なのですが、<laughs> 先日、おほやほやの話だ。えー、先日彼女と遊園地に行ってきました。彼女は？<laughs> 乗りたいアトラクションにも乗れて予定していた時間よりも早く終わってしまったので、うん、彼女がまだ時間あるし最後はお化け屋敷に行こうと。 僕僕に提案をししてきまた。は内心、なんで最後にお化け屋敷なんだよとなっていたのですがここで断ってかっこ悪いと思われるのも嫌だったのですかした感じで「いいよ全然めっちゃ楽しそうじゃん行こうよ」と見栄を張ってしまい自分の言った言葉に後悔しながらお化け屋敷に向かいました。 屋敷に入ってからはいはいはい屋敷に入ってからは <laughs> 怖すぎてほぼ覚えてないのですがもうもうお化けはなかったことにしたらよ屋敷って略されて,ううて,て,されて覚えてないのですがですが外に出た後無事に帰還できたという安堵感からありえないぐらい足がガクガクと震え始め <laughs> 生まれたての小鹿のようになってしまいしばらくの間歩くことができなくなっ状況で マジで笑いをこらえながら心配してくれる彼女を見てとてつもなく恥ずかしい気持ちになり見栄を張りすぎてしまったなと思いました頑張った頑張ったよー偉かったは太郎あそっかは太郎さん頑張ったいやいいエピソードだなぁそんなに苦手やったんかすごいよく言れたですかして屋敷呼びですからね屋敷だよもう屋敷に入って 頑張ったじゃんだってさ足震えた…なくないな,な, <laughs> な,ないです私 <laughs> 歩くことができないぐらい足震えたことないですよ確かにないかもしれませそれだけだって頑張ったんでしょう。ここまでってことはもしかしてその透かした感じで <laughs> 言えてたつもりかもしれないけどもしかにその時点で漏れてた可能性ありますよねめっちゃ楽しそうじゃん行こうよみたいな行こう行こうよみただったかもしれないよね彼女もずっと楽しかったかもしれないねそれを見てねええーちょっとどうなんかちょっとなんかいいなエピソードいいななんか悔しいなんかないかあらわあらわないかないかないかなないですか先生彼女さん大事にしてんだなとか思うしねそうだって人情点がそう嬉しいじゃん そんなさ、も絶対無理じゃんって感じなのにさ、頑張っちゃってさ。いちょっと。決まりましたか、気持ち。これ。キュンキュン。あ、キュンキュン。キュンキュン流し。キュンキュン流し。これ、あの、じゃ。島流しなんじゃないかな。ちょっと、私、今、その。頑張りにキュンキュンしてしまいました。あ、キュン。あ。キュンキュンしました。ということは。はやたろさん。キュンキュンざ送りです。ははは、ポンスカウトですね。はい。 ダオコです。残念ながら九ざで。よろしく頑張ってください。本まあやりたいことと向いてることというのはまた違うものでありますよね。いない。新たな才能見出しました。あ時間が来てしまいましたね。早かった。実は今回で劇団見エっパりザ募集終了でございます。楽しかったのに無かった。悲しい。いやえ百パ。 一応見えっ張り座じゃなかったにしても「キュンキュン座」不合格はなかったおすごい皆さんすごい見えっ張りの集まりというここの番組を支えてくださった方そして次回のテーマですが次回募集するオーディションは第2回「劇団キュンキュン座」入団オーディションですち 前にいるやつ。はい、そうです。でもキュンキュン感、はい、めちゃくちゃ大状態になります。むしろでかくなってない。<laughs> そうそうが、そうな二期生の募集2期でで、ね、開始しましたんで。うん これはちょっと期待できますね、はい、この感じはそうですね、うん、もはや見栄っ張りだとしても送ってきたら入団できるかもしれませんからねこれ見栄っ張りかなと思って送ったらもうキュンキュンってなる可能性が多いにあるので,で様々な角度のキュンを我々お待ちしておりますので、はい、皆さんからどう稿をお待ちしております、はい、以上輝け劇団入団オーディションでしたここでワールド大スターからのお知らせです テレビアニメ「ワールド大スター」のブルーレイ第1巻が7月28日に発売いたしますキャラクターデザインまじろさん書き下ろし収納ボックスや私岩見まなかと長谷川郁美さん森七菜子さん木の目優監督が出演する第1話「夢見る少女」オーディオコメンタリーと豪華仕様となっております、うん、あちょうど 楽しくりましたねだありましたね、はい貴重なお話いっぱいでございます、うんはい、さらに11月12日に開催が決定しているライブイベント「ワールド大スター劇団シリウス主催合同音楽公演 in トヨスピットワナビーアスターのチケット最速先行抽選申し込み券も特典として封入いたしますブルーレイの内容や店舗購入特典 ライブイベント内容については公式サイトをご確認ください私長谷川育美岩見真中さん天サリーさんがワールド大スターの聖地浅草を堪能する「浅草女子会」ニュータイプと YouTube の動画にて全3回で展開予定ただいま第1回第2回が YouTube エモーションレーベルチャンネルにて公開中です、うん、最終回となる第3回は6月18日に更新予定ですお楽しみに そして8月30日に発売となるブルーレイ第2巻には映像特典として浅草女子会ブルルーレイスペシシャルエディション前編が収録されます<ん>ここでしか見られない映像もありますのでお楽しみにはいテレビアニメのオープニングテーマ「バナビスタ」とエンディングテーマ「トゥー・オブ・アス」が収録された CD が好評発売中です<ん>そして劇中歌を1枚にまとめた CD とオリジナルサウンドトラックがそれぞれ6月28日に発売となります 詳細は公式サイトをご確認ください七富士さんによる公式コミカライズワールド大スターアンコールがアライブプラスにて連載中ですさらにコミックス第1巻が好評発売中ですこちらも詳細は公式サイトをご確認くださいはい改めましてテレビアニメワールド大スターは現在好評放送配信中ですそしてゲームアプリーワールド大スター夢のステラリウムは2023年夏に配信予定です アップストア、グーグルプレイストアでも事前に予約が解除されています <laughs> ラジオ放送をお聞きの方は公式サイトやツイッターから <laughs> YouTube でご覧の方は概要欄の URL からも予約できますのでぜひぜひよろしくお願いします以上、ワールド大スターからのお知らせでした スターワールド大スターラジオわらじそろそろお別れのお時間になってしまいました。 この番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送の翌週木曜日夜7時にアーカイブが配信されますワールド大スター公式ホームページのラジオの項目からアーカイブに飛べますのでぜひチェックしてくださいまた番組公式ツイッターが稼働中です収録後の写真もアップされますのでぜひフォローしてチェックよろしくお願いしますはいということで今回の放送をお送りしてきましたがナナコさん

個性的。すごい楽しかったです。ぜひまたね、また来れるかなどうなんだろうまた来てください来てください。ぜひキュンキュン座とかいっぱいねジャッジしたい。他の劇団もぜひジャッジしていただきたい。他のやつもねいっぱい作って。そうなんですよ。 ぜひそんなこんなでですね、そんなこんなでお会いの時間なんです。なんと、この時間の相手はワールドダスター <laughs> 本当に国内からのいわゆる急に終わります。<laughs> 静香役の長谷川ゆくみとヒイラギの役の<お>森奈良子でした。バイバーイ。バイバーイこの番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りしました。 ワールド大スター大鳥ココの役の岩山中です静香役の長谷川久美ですヒーラギンの和役の森奈々子ですずっとあれアホが抜けてないあの今原稿にねアホでやるって書いてあるアホって書いてあるシンプルな二文字ですけどアホって書いてあるはい。こちらはワールド大スタラジオわらじのおまけコーナーとなっておりますはい。まあ本編で語りきれなかったお話とか感想とかを紹介していくんですけどなんか実は前回からあのトッピング <ん>についてのあの意外なトッピング組み合わせの美味しいな,なんかそれを紹介してくれてるんです皆さんが <laughs> <laughs> ちょっと簡潔に言うとねあの我々の誤解のせいでそうなのになったんですけど紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームわたるさんからいただきましたありがとうございます二十回放送のおまけで話題になっていたトッピングでおすすめがあります、うん、それは 羊羹に焼き魚などにかけるカボス果汁をかけるというものです<ー>酸味が羊羹の甘さをより引き立てますし柑橘系の香りとあんこの相性も抜群なのでむしろなぜ当たり前のように羊羹とカボスがセットで出てこないのか不思議とさえ思えてきますといただきましたえー、なんか、えー、すっきりしそうだねっ、うん、確かにカボスっていうのは、うん なんですか焼き魚に、よく絞る。皮緑。そうそうそう。あれ違う、あれあれあれ違うかそれカボスじゃないか似たようなもの。同じようなも。そう、まあ、柑橘ってことですよね。そうそう、だから柑橘系のものです。ええ、じゃあ柑橘なんでも合うんじゃないですか?。なんでもある。甘いと、柑橘のなに?。なんでま合う折。マリアージュ?。でも、絶頂後に、オレンジとかも。あ、え?。 ありますよね。よくあるでもあるよね。オシャナオシャなおとか本当にいやそう。オレンジビールがダメで。<laughs> ああまあ苦手なのはあるよね。はい、でも、うん、あんこあでもそっか甘いものとっていう意味では同じだもんねんえ,<っ>えちなみにスイーツに。はい 何かトッピングしたりしますか？なんかアイスにコーヒーとかありますけど。スイーツにトッピング？スイーツにトッピング？スイーツにトッピングないあ面白いですよね。もうなんか私本当こう雑な性格してるから。多いうなんですか。そうです。無難のいつも。もうメニューにある通り。ああ。素材の味をというか言い方おしゃれだな。そうなんです。いや特にない。でも我々も特にないな。んかそうシロップとかその。 もうミルクとかかつけますかとか例えばコーヒーだと「いやカフェオレだしな」とかさ「あ<ー> <laughs> もうミルクいらないな」とかそう,そう私たちも冒険ができないタイプだから皆さん教えてくださいってなってそうなんですよ。じゃあ挑戦してみるか前回めちゃめちゃ面白いの着てアサリとホイップクリームあえっていう。 え大丈夫？分かんないです。そも気になりますよね。でも気になるなと思って。大丈夫？でもそれを別の人にも出したらしいんですよ。その方は。そしたら美味しいって言ってたんだって書いてあって。これは気になるけどやりたいとは思わない。あれ思わなかった。えちょっと別で聞いてる。あはい。えちゃん、ペンネームこうさんからいただきました。あこの前の。

やややるとししたららどどれれみんんななななもかかさ個きゃいいけですっぱりそうよ気になりすぎて何となく他はちょっとなんか想像しようと思えばありそうだもんんか海外の料理とかでありそうな蒸し鶏とイチジクとかそかありそうステーキにチョコレートもちょっと想像はできるあと紫キャベツマスカットもんかこうサラダと果物の組み合わせだから。 あさりそうなんですよ。え料理されます？それ聞いちゃう？ああった。聞いちゃいけない話だったか？腕によりをかけてウーバーイーツを頼んでいます。あかけてないですそれは。もう全身の一撃で押してるわけですね。これだこれこれだ。チップもはずまで。素晴らしい。ちょっと入っちゃ。っ 辛いのお心のありがとうとかもそれよりかけてますね全然しないです私料理そうなんですよねだから全然想像がまあそううんそうだからここも全然料理しないんですけどそうなんよりかけてウーバーですね一緒じゃそもそもそのこれをやるにしてもあさりって用意できないねみたいなこう感じそうなんですよあさりが家にあることがないので下処理とか必要なのかなとか透けとくんだっけ砂を吐き出させるっていう知識はあるそう私もそれは知ってますどうやって吐くんですか塩塩水でしたっけそうえ つけとくんですよねでなんかバーってペッペペってそうそうでもさ吐くんだみんなすごいよね料理してる人本当にあノアの共通点あったわノア演劇以外で点でダメだからやっぱ何かに引い出すぎた人間はちょっと欠点も持ち合わせて何もしないです本当もう本カトリナちゃんもそうですよね料理ダメだ可愛かったそそううドイツのなんか揚げ物みたいなのシュニッツル するつもりなんだ。そう、分ちゃんと言ったな。そう、なんか料理できなくたってね、魅力的な人間にはなれますから。ああ、素晴らしい。なんか本当に何の話ですか。こう聞いてるか。料理できなくたってな、魅力的。誰も魅力的じゃないなんて言ってきてないのに。誰も料理しろと急に怒り出す。おれこ。うさんなんか勘違いして怒られがち。 すみません本当に可愛さすぎいろいろ教えていただいてだありがとうございますありがとうございます,いますはいそんなこんなでえそろそろお時間となりましたので <laughs>、うん、引き続きラジオ本編もお楽しみくださいせーのバイバイ,バイバ